みなさんこんにちは、お疲れ様です。サセシンです。ということで今回はアクアリウムのドミネーション頑張ってやっていこうと思うのでお願いします。ほんで今回使っていくカスタムはこちらですね。サブマシンガンのホラニー拡張マジンとラピッドファイトグリップとランチャーズセメテクスパークはフラジャケ早技タクティカルマスクのカスタムでやっていきたいと思うのでお願いします。ほんでどっから攻めていこうかなってめっちゃ迷ってて、今いつもね開幕この B の正面を突っ切るんですけど、今回はあえてね敵の初期バタでもある A のロングを抑えていってみようかなと思います。今回ねファロなんでバースト銃なんで綺麗にエイムを合わせたら全員さばけるんじゃないかなということで、開幕はまさかの敵の初期バタ突っ込んでいきます。さあ敵が来いよ、1人来ましたね、もう1人いる、しっかりと2人カバーしていく。そして B が怖いから1回 B 観察いくが、敵来てない、まさかの来ていないということは多分上で待ってますよね。失礼します、いますね、ガッとしていく。階段のところは大丈夫だ、階段のところはしっかりと俺が押さえる。もう1人来てますね、しっかりとエイム合わせていきたいところであるよ、カットしていく。もう1人来てる、あのもう1人来てる敵は味方に任せよう。大丈夫か、やってくれよ、頼むぞ。やってくれたっぽいですね。さあおっと奥まだ光ってますね、敵来いよ。引きましたか敵さん、待ちますよ。ハセシンが任してくれ、来てますね、カットされていく。決め打ちできたか敵さん、やりますね。決め打ちっていうのはあれですね、敵がそこにいるっていうのを確信しても発砲しながら出てくることですね。これ敵かーい。そういうことを、そのような飛び出し打ちのことをね決め打ちと言います。なのでねちょっとエイム力に自信がある方などはちょっと練習してみてはいかがでしょうか。決め打ち結構使えますね、特にドミネーション。サーチアンデストロイとかでももしかしたら使えるかもしれませんね。うわセンターめっちゃいますね、これやばいぞ。ちょっと左からも来てる、これは厳しい。うーんよろしくない展開でありますね。 B 地点をとりあえず取り返していきたいが UAV やっぱありますよね、パチコンかましていく。いいっすね、やっぱアナウンサーしっかりと聞くのが大事ですよね。あっと左から来ますよね、分かってるぞ敵さん、俺はしっかりと見てるんですよ。カットしていく、いい感じっすね、いい感じなんですが、しかしちょっとちゃんとやってった方が良さげっすね。敵さんだいぶやってますね、味方めっちゃ俺のこと撃つやん、やめて味方ほんま味方絶対今俺の背中撃ってたやん、よろしくないぞさすがに。ここのすやばいって、ここも抑えられてんのか、どうしようかな。ブースト足りてなかったっすわ。ちょっとカスタム変えます、ちょっと一回クーダに変えます。クーダに変えてちょっとね一発ちょっとご利用して、ちょっと一発ね戦況変えたいと思います。さすがにちょっとこれ慣れてないファロでね戦況変えろって言われるのはちょっと戦況変えるにはちょっとね無理があるので、一発クーダでちょっとできるとこまでやってみたいと思います。さすがにちょっとこの状況はまずいんでね、ちょっと一発クーダレ、ちょっと一発ガチプレイ入ります。サセシン、おっとナイス味方カット、一人ずつ敵の前線を切り刻んでいこう、倒していこう、一人ずつネジ伏せていこうぜ。さあいますね、この人カットしていく。おっとセントリーガン置かれてるね、右サイドカットしていく、いいね。そして上から敵が来ますよね、来ましたね、カットしていく、いいよ、読みがぴったり、読みがバッチリ。サセシン、いい感じですね。さあ左サイドから逃げていこうと思いきや敵と鉢合って味方ナイスカバーありがとう。おっと敵のケアパケ来てますね、あのケアパケでヘイターとゲームでな。今回僕ねスコアスリークにヘイターを入れてきてるのでヘイターループしたかったんですけども、きつそうですねちょっとこの感じ、しっかりと固められてる。これ敵をしっかりとカットしていく、いいっすね。うーんこの部屋のとこ多分いると思うんですけども、いないかな、いなさそうですね、いないの、いるんかい、白いロボットの人がいますね。うーんよろしくないな、どう行こうかな、よろしくないけどそこから来てる、分かってる、白いロボットやりますね。白いロボットの人うまいな、15キル3ですね、あの人、あの人は結構セントリーガンの桃子はさっきここに、あ、亡くなってる、セントリーガンの桃子とか多分出してると思うので、あの人をちょっとねじ伏せていきたいところなんですけども、引きましたね。さあ右から来てるの分かってる、カットしていく、ヘッドショットディフェンダーキル125ポイントプラス。さあハセシン乗ってきた乗ってきた乗ってきた、ハセシンペースの、ハセシンペースにみんなをあれやで、ね、飲み込みよう飲み込みよう、今回ちょっと神々やけどね、許してくださいさあこの敵もしっかりとカットしていく、味方が入ってるのでね、しっかりとハセシンはサイスで援護しましょう。さあ水族館は大丈夫ですか、多分裏から来ますね。さあ来てる白いロボット、サイス選手、サイスバトル勝っていく、125ポイントもう一人来ますね、カットしていく、ナイスアシスト。さあイルストライクまで繋がった、このままセントリーにモモコまで繋げていく、いい感じだな。モモコ早速もう置いていきましょう、ほんでねあと4キルくらいしたらヘイターまで繋がるんで、この子は落ち着いて4キル繋げたいですよね、ヘイターまで。さあ行ってやりってね、モモコナイスありがとう、愛してる、今夜夜共に過ごそう。さあ行ってくれモモコ、来なさそうなので一回右降りましょう、見降りてサイズ終わりそうなんで一回キャンセルしましょうか。そしてコンテナ置く、しっかりと見るか、敵はいませんね。もうかナイスありがとう、愛してる。エルストライク一発落としましょう、ワン、ツー、スリー、レッツカマを行ってやれ、エルストライク。ほんでエルストライクは一発かましていく、かましていく、ナイス、いいね4キル。エルストライクとセントリーガン、ももこの夢の共演コラボレーション、ありがとうございます。そのね、あと150ポイントヘイターまで繋がるんで、しっかりとここは後ろから敵来てるの分かってるか、カットしていく、繋げていきましょう。あと50ポイント、セントリーガンのももこあと2キルぐらいちゃっちゃとやってくれてもいいんだぜ。おっと水族館のところに敵いますね、赤点の反応があったぞ今、
さあいますね、戻ってきてくれ、逃げられちゃったね。おっと緑のとこやられてますね。ってことは緑のとこいますよね、敵がいますよね、いますよね、いますよね、いませんか、いませんか、もうかないです、ありがとう。さあラスト25ポイント、よくにいる、カットしていく、このエイム力発進、落ち着いてますね。おっと白ロボコンが来てる、カットしていく、伸び白ですね。おっとやってしまった。うん、悪くないですね。ヘイターまで出たんで、このヘイターはしっかりと後半までつなげていきたいと思います。最後でしょう、声が枯れてきたな、早くも早くも声が枯れてきました、私。さあ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 、77対90、うん、結構いいですね。だいぶ点差が縮まってきた、カットしていく、伸びしろですね。さあ1位取られちまった味方、大丈夫か、なんか戦闘リーがあるな、 BC のところ敵いますね。カットしていく、どこ見てんだ、あれ敵さん、俺は横にいるぜ。さあ味方が C 取ってくれてるんで、 C の援護しっかりとしていってあげましょう。ロングしっかりとカットしていく、いいですね、ナイスアルト。全取りすごい、素晴らしい、この時間帯を1秒でも長くしよう。しっかりとセントリーにモモコンと共に破壊していく、敵のロボコン。さあ敵が来てる、カットしていくが、奥からロボコン発生中さあ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 、だいぶ追いついたね、20点差30点差ってけど、だいぶ追いついた、いいねいいね、わずか点差は5点差、だいぶ追いついたぞ、いい感じだ。おっとロボコン来てる、危ない、ロボコンと勝負だ、きつすぎるから一回待ちます。 OK、 いいね、3点差まで追いついたぞ。今回はちょっとファローを使う予定だったんですけど、ちょっとクーダでやっていきたいと思いますせっかくね調子も上がってきたんで、このままいったら勝てそうなんで、後半ねヘイターもあるんで、落ち着いてヘイターを出して、まあね多分敵さんカウンターとか持ってる人は多分いないと思うんで、まあね落ち着いてヘイターを出したら、ミニマップを見ながら敵さんじゃない、味方さんもね動きが良くなると思うんで、後半の動きに期待ですね、頑張っていきましょう。さあ後半開幕 B に行くんですけど、何人の味方さんがついてきてくれるかが問題なんだよな。ここで2人の味方がついてきてくれてる、これありがたい。さあハセシンがここで一発でピョンって飛んで、これヘイター出していく、 B 前は俺が押せるか、任してくれ、カットして、ナイスアルト、見た、後ろから来てる敵もしっかりと俺がカットできない、まさかの、マジでやられていくわ。ナイスアシスト、しっかりとビームを取ってくれる味方さん、素敵ですね、ありがとうございます。ほんでやな、こっからやねんな、こっからどういくかやねんな。一発ね全取りもかましてもいいレベルだと思うんですけどね、俺のヘイター落としてませんね、やっぱあの人は矢印が動いていないと思ったら対空してるんですよ。そんなことしちゃあきません、ナイスありがとう味方、助かった。 C1 には俺に任せてくれ味方、いいね味方、 C には入らず B の防衛に向かってくれる、もう勇者ですね、勇者ってか、もういいっすねあの人でも勇者ではないかな、ちょっと勇者ってなったらリングになっちゃうからね。さあ2人いますね、カットして、もう1人奥に入れていきます、しっかりカットしていく、いいよ、セシン。さあ水族館で味方が1人やられてしまったから、水族館にいると思うんですけども、いませんかね、伏せてますよね、これ敵さんの足ケツいただき、そして敵が B 取ってるんで、上からしっかりとアセシンが来るわけですね。125ポイントありがとうございます、よいしょいいプレイが続きます、エルストライク1、2、3、レッツカモン。さあここで一発ヘイターがまた溜まりそうなんで、しっかりとねここも連続キルつないでいきたいんですけども、 A でね A 取ってみてもいいんですけど、ここ怖いな、 A 1人で A 君は、味方がね後ろからつないできてくれてたらいいんですけど、敵だぞこれ、味方頼むぞ、後ろから来てるの分かってる、味方頼むぞ、奥から来てる敵は。おっとやれちまった味方が、コンテナの上からしっかり達人打ち抜いていく、ヘイターたまった、出していきましょう、もうナイス、いいよ、ヘイター2周目たまりましたね、無事に2周たまってしっかりとカットしていく、あと1周ぐらいできたら回したいところですけどね、ヘイターは。ヘイターが出てる時に何キル稼げるかで決まってきますからね、ここはしっかりと落ち着いて、この敵をカットしていく、再ステージ、いいね、150ポイントか、ありがたいぞこれ、しカットしていく、悪くない、いいペースだ、ハセシン。さあサイスを繰り出して、ハセシン待つ待つ待つ、多分右から来るよね、やっぱりカットしていく、125ポイント、おいしい、ありがとう、セントリーモンコ愛してる、ありがとう、ヘイターアシスポイントカットしていく、サイスジャンピングキル、いいっすね、カウンター指やめてください、スライススライスカウンター指さあ来てますよ、カットシーグ、いいですね、エルストまで繋がったんで、あと1キルぐらいパスッとかましたいところですけども、後ろちょっと怖いぞこれ、大丈夫か、大丈夫そうですね。おっとヘルスト味方回避できるのか分かんないけど、ヘルストやってくれた、来てますね、カットシーグ、もうここまで繋がった、シルバースリック達成だ、いいぞハセシン選手、すごいね、連続キルが繋がっている。さあ緑のところ怖いぞ、若干裏が怖くなってきた、来そうですけどね、来ますね、やっぱり危なすぎる、ギリギリ危ない。さあエルストライク一発出していきましょう、エルストライクを展開、1、2、3、レッツゴー、頼むぞエルスト、行ってくれよ、いいね、1キル2キル、ナイスアリト、タロン破壊150ポイント、エルストライクでタロン破壊しました、すごい。そしてヘイターがつながる3周目、テンション上がるすごいのが来ました、エルストライクでまさかのタロン破壊して、ヘイター3周目突入ですよ、これは熱い、これは熱い、かますしかない、ナイス味方ありがとう初めてかもしれない、エルストライクでタロン破壊して、しかもヘイターが出るなんてすごい見せますね、乗ってますよ、乗りに乗ってます、伸びしろきすぎマジで。さあいるよ、白いロボットがふわっと上がってかわしていく、いいっすね
一気にテンションマックス私やばい、来た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 今のはかっこよすぎひん、見たいねんけどシアターでほんまに見に行こうかなってレベルですね本当に。さあかましていこうと思いきやヘイターがすかさず壊される、残念すぎますね。さあ左にの分かってるぞ、味方カットしてくれたかありがとう、いいっすね、右から来てる分かってるけど倒せない、味方カバーよろしく、やってくれたかな、きついかな、うん、どっとすぐそこに赤点が反応、赤点の反応があって倒していく、落ち着いてる長谷神、40点差敵との距離、距離じゃなくてポイント数40点差、結構ポイント数つけた、味方カバーよろしく、やってくれたかな、やってくれたっぽいですね、ありがとう、愛してる味方、かましていこう、最後の最後まで敵をぶちかましていこうではないか、味方連携だ連携、力を合わせて敵をねじ伏せようではないか、カットしていく、伸びしろ来てる、本当にこの試合は嬉しいぞ、これで逆転勝利マジで嬉しい、いいぞクーダパイセン、やっぱり俺の相方だい、倒していく125ポイント後ろから来てる分かってる、さあ勝てる、このままいったら勝てるぞ、196対148いいぞ勝てるぞ、 C 地点いますね、さあ出てくるか敵さんよ、来ないかな、ワンチャン裏行きましたね、来てますね、あの敵をしっかりとラストかましていきたいところですが終わってしまった、すごい6710666915です、1打ち4防衛ということで素晴らしい大逆転勝利、あのタイミングでクーダに変えてなかったら多分負けてた、ファロちょっと苦手なんでね、苦手な武器なんでしっかりとすぐさまカスタムを変えた、あの瞬時の判断力伸びしろですねということで200対150でなんとか逆転勝利することができました、今回のこの動画良かったんじゃないですか、結構自分でもナイス動画ですねこれ僕の実況の中でもベスト5ぐらい入るんちゃいます、今回の逆転勝利ということで、今回のこの動画楽しんでいただけたらぜひ高評価チャンネル登録応援コメントよろしくお願いします、ということで失礼します。